ワールド。みんなでバトルとボスバトルっていうタグがついてあったな。まあまあ、ボスバトルなんだったら、落ち着いていってもいいかもね。なんか最近やっぱり落ち着きプレイ一番大事だなっていうのに、やっぱ実感してるよね。今まで落ち着きプレイで勝ち残ってきたんだけど、またさらにやっぱ落ち着きプレイ見せていくわ。もう、他のキャラみんな見えないみたいな。この世界に俺しかいないみたいな。そういう、このハゲイ絶対これハゲでしょ、鍵持ってんのマジで。絶対こいつでしょ。マリオと俺同じ動きしてんだけど、そっちが正解かよ。ナイス、いいね。俺がブーメラン、あのハゲを、同じブーメランハゲ同士倒すぞ。こいつどういる、どこいる、うわー、透明か。ほほほほ、えぐいね。取った、取ってない、取ってない、くっそ、取れたかと思ったんだけど、ここなーにー、マジか、いかれちゃう、本当にやばい。なんだこれ、ちょ、ファイヤー欲しいよ、ファイヤー欲しいけど、上から頭を借りていけるんですよね。しかもなんも、でもなんもないんですよね。そうか、鍵ってここにあんのか。ちょっと邪魔だから全部潰すわ、一旦。俺の分のファイヤーもないの。もうないの、ファイヤー。マリオ、マリオ。いや、失敗した。こいつじゃねえ。ここよっしゃどういうことこれ、猫猫、ちょ、ルイージどけ、お前それそれ、俺のルイージ、よし、頭がせ、ナイスナイス、どこ俺今、待って、行ってねえじゃん、俺。ちょ、待って。いや、まずい。ルイージ、ちょっと待って。あーなるよね、やっぱり。最後が罠すぎるんだけど。キャノンクリック。キャノンクリックな、え、叩くんかな、キャノンを叩けみたいな。大砲を叩けみたいな。そんな感じ、いや、関係ないな、これ。ちょっとマリオの場所取ろう。オッケー、完璧すぎ。これ、回線速度の差で勝ったな、ここ。いや、水中ってやっぱり、断然下からの方が有利なんで。こうやって、プニって。いいね、このプニプニ作戦。俺超有利なんだけど。ただここに関してはもう結局一緒なところあるからさ、このゲッソーからすり抜けるように下に行く。いや、完璧すぎる。これ当たるかな、これどうだろう。いや、当たんねえ。オッケー、あいつらミスってる。いや、ミスってはないか。全然死んでもないからな。ちょ、ここが怖いな、ここ。いやー、ここ早く生きてんだけど。邪魔すぎるよ、これ。これ、ちょっと全部攻めたプレイしなきゃいいんだよな。こうやってね、隙間に入り込むことができれば、俺、早く行けたりもするから。焦って当たってやがるぜ。いや、ルイージもね、あのように成仏してくれよ、ルイージ。なんでお前成仏してねえんだよ、お前。そういうとこやぞ、お前。成仏してくれよ。頼むから成仏してくれ。すごい怖いこと言ってる、俺。すげえ怖いこと言ってんだけどさ、俺。でも成仏してくれんと困るわ。いや、あいつアイテムなんて持ってたな。いや、マジかよ。このゲスト怖いね。いや、まずい。本当にまずかった、今のは。今のは痛かったぞーって誰の言葉だっけ？あ、フリーザだ。尻尾切られたフリーザだ。いや、まさに。おい、ルイージお前。尻尾切られたフリーザみたいになりてらっしゃる、どうやら。ちょっと待って、これマジでやばいぞ。無敵時間使って一回来れちゃうんだよね。だから、あそこで来る。あ、待って、危ない。マジミス言いかけた、本当に。判断ミス仕掛けたわ。歩いて行った方がいい、これ。徒歩で行こう、徒歩で。まあ、たまにはね、徒歩で行くのも大事なんじゃない？ゆっくりさ。こういうとこもしっかりと、もう無敵時間使っていく。いつから自分が無敵時間があると錯覚していた、俺。ないんだよね、最初から。上ルート行こう、これ上ルート。で、ここは、さすがに下ルート。で、大砲に当たんないように、最速で行く。これやっぱベストでしょ。ただこのイカのせいで追いつかれ、もう追いつかれ、もうこのさ、ゲッソーのせいでさ、追いつかれてんだけど、ちょ、ルイージ行かねえかな、あのように。頼むてか、もうゴールでいいぞ、マジでゴールでいい。ゴールがいいてか。追い詰められてる、俺。やばい、まずい。この針の穴を通すような勢いで。さあ、中間だけ取って、どか変なミスんなよ。ルイージミスれ。ミスってくれよな。どうする、これ。取った方がよかったか。いや、取った方がよかったかもな。ただ、取ると遅くなるんだよね。それがちょっと問題だから、もういらない、そんなの、俺。いや、ちょっとラグでさ、ちょっとさ、あれなんだよね、押しちゃうんだよ、一個余計にさ。今のしんどかったぞ。今のは、痛かったぞな。さすがに。こういうところでしっかりと避けていかないと。さあ、避けれてる。避けれてる。いや、素晴らしい反射神経。俺の反射神経を、舐めるなと。この手先の器用さ。俺、裁縫できるから、マジで。裁縫のプロなんで、頑張っていこうぜ、ここから。もうすぐ土管が見えるはず。よし、来た。ゴールでいいぞ。よっしゃ逃げ切っ
ったー、やったー、逃げ切ったぜ、マジで。ワンチャンルイージ行かねえから、上の大砲で。見えてるか、さすがに。協力ダンジョン攻略 TV、2対2、一人でもみんなでも。なるほど。これ2対2か。俺もう目星つけてよ。チームにしたいメンバー一人見つけた。青キノコだ。青キノコと一緒に行くのがこれベストでしょ。青キノコが、レート6000超えてっからな。青キノコがレート6000超えてるんで、青キノコと行くことができれば、完璧なんだよね。さあ、今回は青キノコだ。他の二人はただのなんかレート、なんだったっけな。そんな高くないんだよね。マリオとルイージは。俺は青キノコと今回組むことによって、爆速であのゴール狙うんで。いや、がしかしね、これね、デメリットもあるんだよ、デメリットも。何のデメリットかっつったら、待て。何のデメリットか、俺、青キノコとじゃないじゃんね。思ったけど。違うやん。おい、違うやん。おい、ザコと組まされてんだけど。それはダメか。それはダメか。それはダメだね。てか、俺自分が誰か今気づいてなかったからね。ガチで気づいてなかったからね。さあ、頑張っていこうぜ。こっから脱がそう。逆に言えば、これ2対2にまず、勝つことができれば、楽にちょっと立ち回っていけるんじゃないのっていうところがあったりするからね。まずはここ、勝っていかないとな、まずは。さあ、ここ開けておきながらの、で、ルイージ、鍵、ルイージ。これ。ルイージ、ここ、ルイージ。ルイージ気づけ。そう。中のパックンフラワー鍵持ってんだよ、これ。頼むぞ、ルイージ。頑張れ。お前にかかってる、すべてお前にかかってる。ちょ、早く行かせないと、これやばいぞ、マジで。うわ、まずいなー。鍵取ったけど来るかな。ナイス。入れ、早く。早く行け。ナイス。争いとかもいいんだよ、マジで。争いとかね、ほんといらねえから、ほんとに。俺たちは争うべきじゃない、今は。今は違うんだよね。ちょっと待って。一旦、ここ、開けないといけなくて。なんだここ?なるほど。これで行くのか。で、バネが入れるから、これで入っておきながら、どこに出る?はい、次はこうか。よし。ルイージに前に行かせる?いや、下かこれ。オッケー。どうだこれ。これ勝ったんじゃない?これ。ルイージにだったらこれ、勝てる気がするぞこれ。オッケー。多分マリオと組まされてなんか、青キノコはミスったんかな。いや、まあね、これもまあ作戦のうちだからね。あえて弱いやつと組ませて、強いやつを組ませて、遅くするみたいな。そういう戦法も、ありな気がしてきたな。ね。あえて弱いやつと組むっていうのも、そういうのも、ありだよ。弱いやつ組むっていうか。あえて、強いやつと組まないっていう選択肢だね。それもありだよね、きっとね。いけそうだもん、俺今1位でしょ。正直俺今1位でしょ。よし。で、ここも、しっかりと、冷静にこう落ち着いて、ルイージミスってるんで、ははは。ちょっと待って。こんだけミスっても、なんか勝てそうだもんね。やべえ、笑顔が止まらねえぜ、みんな俺。笑顔が止まらねえぜ、みんな。さあ、くるんで。いやー、ここはかっこよく上から行きたかったけど、よーし!完璧すぎえ!ゴール、ここが。やったー!これ、ここ勝てたのめちゃくちゃ嬉しいぞ。これね、イージーゲームだったね。ゴール。1-2、いろんな甲羅、シェルケーブ。甲羅被ったりはしなくていいんだろうな、きっとな。きっといいんだろうな、ズル向けのままで。で、あれがやばそうなんで、上から甲羅が降ってくる洞窟あるあるなんだけど、ケーブだから。上から甲羅が降ってくるのマジしんどいんだよね。さあ、後ろからスタート。決められたか、しゃがみジャンプで。いや、ここまずい。足場ちゃんと確認しろ。いや、ほんとにまずいんだけど、あそこ。いや、ガチでやばかった。で、次は?上なんもねえぞ、これ。あー、甲羅蹴んなきゃいけないんだ、これ。あ、でも蹴ってくれた。いや、ナイス、マジ。それマジナイス。おー、やめろ。てか、これあれだわ。できねえわ。なんだこれ、どうすんだ?ちょ、待て。おい、ギミック使う。マジか、これギミック使わないといけねえコース来た、もしかして。うわ、もう、だるいって。だるいとか言ったらあれなんだけどさ。押すなよ、マジで。あ、まあ、でも、いけてるんだっていいか。あ、でも、ちゃんと良心的になってはいるな、一応。お前、マジいらんことしかせんな、もう、ボケキノコが。言いすぎ、ちょっと。ごめん、言いすぎた。ごめん、マジ言いすぎたわ。許してほしい、青キノコ。お前のこと、ボケキノコなんて言ってごめんな。全然違うわ。キュートなキノコだ。その傘、美しすぎて。惚れた。マジで。さあ、のこのこ、倒したよ。俺が持ってる。
マジ？なんで俺なの？青キノコが距離的に一番近かった気がしたんだけど。これ被れたらマジでかい。これ被れたらほんとでかいよ。だって俺あと、適当に行けばいいっていう、そんだけでしょ。ジャンプして、怖いなぁ。クリボーとかも倒さんでいいよな、きっとな。いや、あいつもメット被った。ダリーな、ちょっと、俺だけのメットだったはずなのに。なんでこうなった？どこだ、ゴールは。ほんとにゴール探せ、マジで。上か！違う！もう待って、P スイッチ。あ、はい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 。で、大玉らせんがか。いや、それこっち来て、こっち来ていいよ。俺無敵時間使っていくんで。無敵時間。無敵、待って待って、ミスったわー、くそ。いや、まだある、まだある、まだあるよ。まだ全然ある、これ。全然あるよ。ブロックしろ、体で。もう、最後ミスっちゃった。スイッチマリオブロス1の1。スイッチのマリオのあれかな、1の1をリメイクしたけど、あれにしたんかな、初代のあれに好きにしたのかな。あ、はいはいはい。これスイッチのコントローラーになってる背景が。なるほどね。発想力の塊って感じ。うわ、メスキニコよくそのタクトをしたな。偉いわ、偉いってか。普通にすげえわ、そのタクトをせたの。俺今回青キノコよな。いや、待て待て待て。ここ入れるんだったら入るんじゃね、メスキニコ絶対ミスってるでしょ。絶対ミスってるでしょ。あんなとこ行かないでしょ。さあ、裏ルートはないね、ないね。マリオが今試してなかったから、俺も試す価値はなくて、ただの初代の1の1な気がするんだけど、さあ、ここら辺で詰まってる場合じゃないからな。いや、落ち着け落ち着け。ここで抜か、ここで土管に突き刺さって抜かされるのが一番良くねえからな。そんでそんでそんで。よし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 。普通の1の1じゃねえかよ、おい。MPV、みんなで洞窟レースと。洞窟レース来たね、これ。いや、なんか敵が、いや、ま、やっぱり、スタンダードコースがいいね。敵がいるやつ。敵がいるやつが、やっぱり至高だよ。何があるかわからんからな。多分やったことないと思うんだけど、このコースは。なんか、捕まるやつとかいねえかな。サムネ的に美味しいからさ。これ、これ、これ掴め、これルイージ掴もうぜ、これ。くそ。いや、これまずい、まずい、まずい。危ない、危ない、危ない。ルイージ捕獲作戦失敗しちゃったんだけど、やかとしかない。これ、なんだこれ。ジャンプ調整の鬼みたいな。そういうコース来たね、これね。ジャンプ。マリオミスっていく。ちょん、ちょん。完璧。ここスピンじゃなかったね。まあまあ、でもいい感じに。ここスピンでいこう。はい、完璧。ここもくるんでいっといて。ちょっと引っかかっちゃうの良くないな。ただジャンプ調節の鬼。俺ジャンプ調節の川野って言われてるんで、そんな1マスとかで引っかかるわけがね、ありませんよと。でもメスキノコも上手いから怖えな。ナイスーゴール。通信に失敗したんだけど、何これ大丈夫これ。ヨッシーズアドベンチャー 3-2。よし、こういうさ、スタンダードなコースってヨッシーいらねえことが多いんだよな。よし、誰かを蹴落とすためにヨッシーを狙おうとしたら、まあ、ね、そんなね、落とし穴に引っかかって終わるみたいな、なっちゃうから。まあ、とりあえずしゃがみの、人を呪わば穴二つっていう言葉を、君たちに送りたい。送り届けたいね、もう。ああやって人のことをね、持ち上げて、ね、倒そうとすると、自分までまあもう、落ちちゃうよと、血に落ちちゃうよっていう、そういう言葉だからね、梅干し太郎がギブアップ。ちょっと待って、これもしかして、は？わぁ、マジないわ、このコース。勝手になんか、うまいこと、うまいこと爆発してくれると思ったんだけど、追いつかれるやん、これ普通に。最悪。置いとけ、ここに。トラップ。これがアークスター。アークスターなければ、ここにグレネード。何？てか、ルイージが行っちゃったなのに。はいはいはい。どういうことこれ。これ多分下降りないとダメだよな。で、どこに行けばいいんだろう。上からドッスンも来る気がする。ドッスン、作動しなかったけど、血管ドッスンか。あー、ちょ、いや、ダメ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 。ほんとにダメ、ほんとにダメ。これ、青キノコこれねえじゃん、これ。これ、青キノコこれねえぞ、これ。待て待て。早くしよ、早く。早く早く。オッケーオッケー。青キノコ、早く来いよ。ちょっと待とうぜ。ちょっと待って、これはもう待たなきゃダメでしょ。逆になんでさ、これでさ、待たない選択肢ができんの？これはもう待つしかないよな。待たない選択肢はない。さあ来いよ。中間取ったね。イエーイ！なんでお前も屈伸してんだろう。こっちに来てください。そろそろ行く？そろそろ行っちゃうか、青キノコ。気にしないで。気にしないで、青キノコ。じゃあね。バイバイ。バイバイ。
かわいいな、お前。じゃあな、でも、試合終わんねえとよ。いけねえから。俺、この先に行かなきゃいけねえからよ。めちゃくちゃお前のこと、すごいかわいいなって思ったけど、試合が終わんねえからよ。